はい、どうも西武所沢車両チャンネルでございます。今回はですね、首都圏の JR 東日本の駅構内に出店しているそのジューススタンドチェーンであるハニーズバーのニュースでございます。ジューススタンドチェーンであるそのハニーズバーなんですけど、8月をもちまして全店閉店となることが分かったそうです。で、その閉店の理由なんですけど、経営改善の取り組みの一環として幅広い業種業態の整理、事業性を検討した結果だそうです。で、ハニーズバーなんですけど、2007年からですね、その首都圏の JR 東日本の駅構内に出店して、その駅のエネルギーチャージスポットをキーワードで、その蜂蜜と季節の果物などをブレンドしたフルーツジュースを販売していたそうなんです。で、2020年9月時点では東京や新宿や池袋などでその19店舗を出店していたそうです。またですね、そのハニーズバーなんですけど、海外にも出店をしていたそうなんです。で、今回のね、その8月末でハニーズバーが全店閉店するという張り紙が店舗に貼られていて、それでツイッターにもね、もう結構ね、もう閉店ということで、すごいね、もう惜しむ声が相次いでいたそうなんですよ。まあね、このハニーズバーといえばね、本当にね、もうバナナジュースとかね、結構ね、もう果物ジュースとか結構美味しいジュースをね、提供してくださってますからね、これは。販売してくれてるので。それがね、突然閉店って言ったらね、結構ショックは大きいですからね、これはね、確かに。で、ちなみになんですけど、このハニーズバーの跡地は、まだね、決定されてないそうなんですよね、ちなみに。これ、閉店した後の跡地なんですけどね。だからね、どういうのになるのか、まだ残念ながら未定っていうことです。これは本当に衝撃ですね、これ。特にハニーズバーでね、そのジュースをね、買ってる人にとってはね、本当にこれはもう、相当的な衝撃でしょうね、これは。ということでですね、今回はですね、8月をもちまして、ハニーズバー全店閉店となるニュースでございました。以上で終わりまーす。